本日のセミファイナル第10試合エキスパートクラス特別ルール国際戦70キロ契約3分3ラウンドを行います。青コーナーシュートボクシング日本スーパーウェルター級サイン元ボクシング日本ミドル級王者ユニット計183センチ 69.8 キロ鈴木サトル。さあさらなる夢へ勝つしかありません。鈴木サトル。赤コーナーエースカップ2010世界第3位チーム差は175センチ 69キロ、ヘンリーオプスタール。いやいや、のし上がるのは自分の方だと。オランダからヘンリーオプスタル70キロ契約エキスパートクラス特別ルール3分3ラウンドです。延長ラウンドはもちろん無制限です。左側青いグローブが日本鈴木サトル、赤いグローブ右側がヘンリーオプスタル。今グローブを合わせました。さあ空位のスーパーウェルター級王座決定戦への最後の査定試合、鈴木にとっては大切な戦い。さあその存在を乗り越えて自分が上に行くんだというのがオプスタルです。リング中央ガードを高くして鈴木、そこに右のローキック回って攻撃を加えていくのがオプスタルです。あ、尾形さん、早くもその対角線のコンビネーション出ましたね、はい、そうですね、このやっぱステップでですね、距離を取りながらですから非常にあの鈴木からすると対応がしづらいんですよね、はあはあ、ああそしてパンチも当たります。左右両方ともオプスタルだいぶ威力がありそうですね。そうですね、あのローキックがですね、やはりあのタイミングよくあのノーマークのところに入ってますから、あ今も左ミドルから右のローキックです、はい、いいですね。オプスタル非常に強力、組みついて倒しにかかったのは鈴木です。鈴木は組んでからのそのシュートポイントを奪う術得していますよね。そうですね、まあ、ヘンリーはやはりあの、まあ、見てる通りあの ステップを使ってですね、はい、本当にあの着実に足を今、うん、あの攻めてきてますから、そして右のストレート、さらに右のローキックです。これ尾形さん、もう鈴木の左足だいぶ流れるようになります。ちょっともう効いてますね。で、あの足が効いてる分はやっぱりパンチも入るんですよね。今の右ストレートもそうですけど、あのもちろん鈴木の方はパンチが得意なファイターです。しかしその距離というところではこれはオプスタルですよね。そうです、完全にコントロールしてますね。でこれでもっとあの足が効いてくるとか、鈴木もあのステップこの距離に対応できなくなりますから、もうどんどんもらう一方になってしまうんですよね。やや棒立ちになるシーンがあります。鈴木左のリードジャブ放っていきますが、これちょっと手打ちのようになってしまいますね。そうですね、やっぱり足がやっぱり効いてくる分ですね、やはりどうしてもパンチに体重が乗りづらくなってきますから、はい、残り時間1分を切っています。第1ラウンド、鈴木としてはやっぱりしっかりあのカットしたいところですね、いやでもパンチ合戦でも、いやさらに右のローキック、これはどうだ、ダウンではありません。でも明らかに尾形さんも左足は悲鳴を上げていますよね、はい、そうですね、もうだいぶちょっと効いてると思いますね。ダメージが深いと思います。あくまでも自分の立ち位置、距離を崩しません。オープンスタル右ロー、これはダウンです。最初のダウンを奪ったのはオープンスタル。いやこの段階で効かせてくるとは、これ威力が相当あるんですね。そうですね、さらに膝、もう一撃、これもダウンです。早くも2つ目のダウンを奪われてしまった鈴木。いやオープンスタルのローキック恐るべしというところで第1ラウンド終了です。いや尾形さん、これは驚きました。早くもビハインドとなりましたね鈴木。そうですね、ちょっとあそこまで早い段階で足があのダメージがたまるとは思ってなかったので、はい、まあ、ヘンリーが相当予想以上の勢いで成長してるかですよね。そして鈴木の方は崩れるようにして倒れました、はい、
あのステップでですね、やはりあの体重をあの距離を、ま、あの合わせてですね、ちょうど体重乗ったところに、はい、あの鈴木選手はロキックもらってますから非常に効くんですよね、はい。いや、インターバル中も椅子に座ることはありませんでした。赤コーナーのオープスタル、青コーナー鈴木は対照的でした。さあ第2ラウンドを迎えています。ここから尾形さん、鈴木がどう盛り返すかですね。そうですね、やはりあのパンチでちょ自分ローキックもらわない距離でですね、パンチを振ってやっぱ自分 の, あの得意の攻撃を、うん、あー、しかしその得意の攻撃を放つ段階まで持ち込むことができません。この第2ラウンド最初のダウン、合計3度目のダウンは鈴木、あー、もう立っているのも辛いような状況。最後はパンチ、終了のゴングが鳴らされています。アンディ・サワーと歓喜の抱擁はヘンリー・オープスタル、2ラウンド KO の結末です。鈴木悟敗れました。いや、これはオープスタルにはびっくりさせられました。そうですね、あの、まあ、厳しい一戦だとはあの思っていたんですけど、ここまで一方的な展開になるとは思わなかったですね。鈴木選手ちょっとあのいつものいい場面の右とかですね、はい、なかなか今回出せなかったですね。まず尾形さん、なぜこうした結末になったのか分岐点なども含めて教えてください。そうですね、やはり、まあ、本当に完全にこうステップで距離をコントロールして、まあ、タイミングよくあの左フック、まあ、左のジャブもそうですけど、パンチからのずらした段階でのロキック、あれやっぱりもう3発ぐらい入ったときに鈴木選手は力入らなかったですからね、はい、まあ、その時点でやっぱり勝負がついてたのかなと思いますけど、鈴木は残念。そしてヘンリー・オプスタル、秋のビッグマッチへ改めて大きく名乗りを上げた勝利です。まあ、自分の、まあ、コンディションがあまり良くなかったのと、あとちょっとね、あのなんか交錯した時に肩痛めちゃって左手が上げにくくなっちゃって、そこでまた自分のペースが乱れたところを蹴られちゃって、なんかそうですね、うまく自分のペースにできなかったのが敗因。本当はもっと詰めて、行きたかったんですけど、左がそのね、肩がこう痛めちゃって動かなくなっちゃったので、フックとかボディとか打てなくなったのが一番自分の中では痛くて、それでペース乱れちゃって、ね、パンチもキックも結果されちゃってっていう、まあ倒れましたけど冷静に全部試合内容は覚えてますね、はい。ご自身の試合ができなかったっていう、そうですね、本当に勝てる相手だとは思うんですけど、ね、やっぱりその当日、どういうコンディションでリングに上がれるかっていうのも、はい、勝負の鍵になってくるのを、まあ、今回はうまくできなかったっていうのが僕の今日の敗因です、はっきり言って、はい、もうね、言い訳ですけど。Henry, how was the fight tonight? I think it was a good fight. I thought he was only boxing, so I kick him on the legs every time when the chance was there. I kick him on his leg, and it worked. It's supposed to be we planned, and it's supposed to be planned. They are like this, and yeah, we had a deal. We had an appointment that he should make a lot of low kicks, inside, outside, left side, right side, and from second one, from the beginning of it worked. And yeah, of course we know he was a boxer, and we know that boxers like the legs of the boxers are not the strongest. So yeah, we took that advantage, and he did well. He listened good, and he listened and hold on the tactic. Yeah.